で今日は黒川敦彦、翼の党代表者の黒川敦彦との裁判の判決がありまして、まあ予定通り私が勝ちましたので、その報告とですね、まあその他もろもろお話したいと思います。まあこのようにですね、主文、原告は被告に、被告は原告に対し50万円を、並びにこれに対するうんぬんかんぬんということで50万円払えと、ね、金を支払えということで、翼の党とですね、オリーブの木という法人を相手にした裁判に続きですね、黒川敦彦個人を訴えた裁判もこのように50万円という勝訴が確定、判決が出ました。ということで、これね、途中で弁護士さんが抜けているので最終的には弁護士さんの名前、これ両方とも載ってませんけども、僕は弁護士をつけてないんですが、黒川は弁護士をつけたんだがけども途中で逃げたということで、まあ、実質弁護士相手に6連勝と、私が原告の裁判6連勝というところであります。でですね、黒川が逮捕されてもうかれこれ5月17なんで6、7、8、9、もうほぼ4ヶ月逮捕されてですね、いわゆる身元が勾留されてもう110日経ちますが、去年のね5月10日このような記者会見ですね、3人並んでます。まさにドロンジョ、トンズラ、ボヤッキーというかですね、真ん中が大津彩香、そして奥側がこれが黒川敦彦、そして、まあ、大川博士と、このうちですね、まあ、皆さんご存知の通り大川博士君と黒川敦彦、そして、まあ、翼の党の杉田がですね、逮捕されています。翼の党、あと根本君というのも言いましたけども、今この3人は約100日を超えるですね、もうすでに110日か100日を超える交流が続いているということで、さあいつになったら出てこれるんでしょうかね。で、まあ、杉田のこれね、裁判所からのちゃんとですね、こういう印鑑をされてます。裁判長の竹中さんという印鑑をされていてですね、これは正本ですっていうことで、まあ、この翼の党のちょっと杉田について先週ぐらいかな、裁判所に出てきたので、まあ、こんな書面書いてます。立花らが作成した書面を見たが、だいぶ妄想だらけで呆れてしまった。反論するとすれば立花氏の精神鑑定が必要なレベルだと思います。統合失調症だと立花氏本人でも言っています。寛解することがあっても完治することはないのが統合失調症です。あとは法廷でお話します。こうやって書いてですね、もう本当にやばいですね。これが8月5日付で、またこう、これが8月の10日付の杉田が出してきた書面です。病院に行ってください。立花さん、山中豊がドバイに逃亡したは、立花氏を直ちに病院に連れて行くべきだと思う。おるよね。まあこんなことを杉田君は書いています。もう病気でないのであればスラップ訴訟、立花の妄想と願望をこれから書いていきますとかね、立花の妄想か願望であると考えざるを得ない。まあそもそもここがね、考えるっていう字が、まあね、立花隆の隆の字になってるんですけど、ね、ここは特にね、立花隆子って書いてあるんですけどね。もう皆さん読みたい方は静止画押して静止で読んでください。杉田君から見たら僕が病気に見えるんでしょうね。さて皆さんは僕が病気と見えるのか、それとも杉田君がおかしいと、まあおかしいっていうか、じゃあ杉田君の、まあ、頭がキュッとなってると思うのかは皆さんの判断にお任せします。で今日の裁判は、まあ、黒川の裁判なんですけど、まあ、何度もお見せしてるんですが、この借用書を信用した、まあ、黒川はですね、こんな借用書を信用したっていうところで、まあ、金銭貸借表ということで判決文にも書かれているんですが、これの中身について書かれているんですがね、まあ、2000万円を貸し付けた、で返済時期にかかわらず1300万円を利息とすると。普通ね、2000万円でいつ返しても利息は1300万円ってちょっとありえないじゃないですか。で、まあ、ここについてちょっとそのね、手数料として200万円払うとか、
まあ、もちろん立花隆の名前もこれは活字であって、まあ、ワープロで売ってるものであって印鑑も3本版と。でこういうものをですね、翼の塔はこれ組織として、また黒川個人としてですね、これを信用したということで今日の判決文があります。で、判決文のポイントとすればですね、まあこれ判決文もちょっとどっかで見れるようにしますが、こういう内容になってますね。情報提供者1の事実の受け取り、これか、これか、借用者の氏名部分も含めて全ての記載が活字であり、いわゆるワープロ字であり、押印部分が簡易な三文版による印影であるなど、第三者において容易に偽造することができる体裁のものである上、その内容についても元金が2000万円であるのにして、利息が返済期間にかかわらず1300万円であるとされ、さらに原告が手数料200万円を支払うとされるなど、一見して異常な内容であると認められる。そうすると同借用書を示された、まあ、被告というのは黒川のことですけれども、黒川としてその信用性に疑念を抱いて叱るべきであるが、黒川申し出に関わる未提出の諸証のうちに当該借用書の信用性に関し黒川が何らかの調査検討をしたことを伺わせるものは在しない。加えて2および3の事実に至っては当該各情報の提供元も何ら示されておらず、黒川申し出に関わる未提出の訴訟中にそれらの真実相当性を裏付けるものは全く存しない。以上の通り、黒川の申し出に関わるそのような未提出の訴訟を含めた全本件全証拠に照らしても黒川において1ないし3の各事実が真実であると信じるにつき相当な理由があったとは認められず、黒川の上記主張を採用することはできない。まあ何を言いたいかって、これわざわざ裁判資料のですね、杉田や黒川に対する判決文、杉田の主張や黒川の判決文をご覧いただいたのは、この翼の塔っていうのは本当に、まあ、いわゆる陰謀論というか妄想でですね、黒川がまともなら杉田の言うことって信じますか。これ杉田がこんなことを書いてきているわけですよ。立花が病気だという主張をしてるんですね。これ裁判の資料ですからね。でということは近くにいる黒川は杉田がもうほとんどわけのわからんやつだっていうのは理解できるはずじゃないですか。でもこれ黒川もちょっととんでもない、なんかねキュッとなってる人なのかもしれませんし、分かって使ってるかどっちか分かりません。いずれにしても黒川もまあ普通の人だったら簡単に読み取れる偽造の借用書を信じ込んだということで、今回50万円払えという判決が出ています。翼の塔というのはそういうですね、ね、翼の塔を信用した方もいるかもしれませんが、まあもう関白も集まってないようですが、その今ね、朝霞市議会議員の富山真紀さんもですね、黒川の実質上の奥さんもですね、こんな借用書でね、立花がお金を借りたなんておかしいでしょって言ったらしいんですよ。言ったにもかかわらず黒川をこう擁護してるんですよ、これちなみに。だからまあ翼の塔ってのはとんでもない。だからまあ大川博士は抜けたんでしょう。ちなみに大川博士君は今少なくとも僕に対して反旗を振り出してるわけじゃなくて、いろんな裁判の協力をしてくれてる関係なので、まあ逮捕はされましたが、ちょっと反省はしてるのかなというと。